もう始までーす。すごい食い気味ですね。いやー、まあトラマの超進化が、まあ、リークされたのかよくね、ゲームイズで見たんすけど、いやー、いつももう一息なんですよ。ミホークに関しては俺は全然強い。ミホークの超進化めっちゃ強い。どうも、ホーディーも強いじゃん。あれは。倍率とかじゃない面で強いよね、ホーディーは。まあ必殺技があともう一つだ。今回はほんと全部が、いいところもあれば悪いところもある。でもちょっと悪いところの方がいいかな。まずクロコダイルの倍率ですね。倍率 3.5 倍だっけ、最大倍率。あと一息だよね。でそれじゃレイリーと変わんないじゃん。レイリー 3.5 倍、 30% 以下で 3.5 倍っすねえ。 3.75 欲しかった。やっぱりその白色の時代だったら 3.75 欲しいよね。レイリーより強くしちゃダメとか言ってるけど、それも違うね。だってレイリーは一応白色自由パなんだよ。それで1ミリだよ。1ミリの攻撃力、体力 30% 以下の時 3.5 倍だよ。よくよく考えて白ひげどうなったってくらい超強いかんな。3.5 倍、確かにトレジャーマップの白ひげよりは強くなったよ。確かにね。でもトレジャーマップの白ひげもな、なんかって感じだけど、なんつうんだろうな、クロコダイルは。強くないな。いや、強いよ、めっちゃ強い。スキルも強いけど、もう一息だと思うし、ローに合わせて 2.、あ、でもまあまあ2倍でいいか。無条件白色攻撃力2倍ってめちゃくちゃ強いもんな。あ、それはいいけど、やっぱ、戦長効果ですよね。3.75 は欲しくない？だって、いろんなのと比較して、ちょうどいいのが 3.75 だと思う。やっぱり。白色今3倍がローでしょ？で、ほぼ白色 3.5 倍がレイリー。でも、レイリーは1ミ 3.5 倍だから、もし他タイプ入れたとしても、倍率は 3.5 なんで、そいつ自体も。まあ、もし船が違ったら、1.5 倍か 1.55 倍はかからないだけであって。って考えたら、もう一息だよな。超進化って全然超じゃないもんな。レイリーはレイリーの良さがあるけどさ、レイリーの方が強いじゃん。体力もあるし、だってあっちは 30% 以下で 3.5 倍いけちゃうんだよ。強くない？よくよく考えたらレイリー。めっちゃ強いじゃん。で、能力解放も5個でしょ？限界突破で1個増えるのか知らないけど、多分増えないでしょ？クロコダイルは。絶対増えないと思う、俺は。だってミホークの時も増えなかったもん。それで 3.5 って、なんかがっかりだよね。3.5 は欲しかったな。白色タイプの時代が到来するんだったら。その意外には 3.75 倍って1人しかいないんだよな。猫マムシしかいないんだけど、でも 3.75 は欲しくない？みんな。レイリーは 3.5 じゃん。 30% 以下出たよ。 HP1 の時 3.75 は欲しかった、やっぱりね。まあ俺クロコダイル持ってないけど、それくらいは欲しいよな。でそんな倍率高くしろとは言わないけど、白色タイプの1タイプしかないのに倍率が 3.5 はおかしいと思うよ、俺は。3.75 でしょ、絶対。これは。でも、そこは 3.75 でよかったと思う。だって、レイリーより弱いじゃん。ぶっちゃけ。レイリーなんて 30% 以下で、あれでしょ？ 3.75 倍でしょ？あ、違う、3.5 倍でしょ？で、クロコダイルは HP1 の時 3.5 倍でしょ？原作確かにあんま活躍してないけどね、クロコダイル。だったらなんかなって感じ。 HB1 ってすごいデメリットじゃん。だから俺は、強くないな。強いけどね、必殺技強い。だって敵全体の HP20% でしょ。でもあんま最近バリアのやつらが多くなったりしてるから強くない。で、属性変化は意味わかんないよね。属性が変わんのはちょっと意味わかんない。で、なんかあとトレジャーマップに合わせて超進化しないのもクソだしね。あ、でも合わせたことないか、トレジャー、あの超進化がトレジャーマップに。ないわ、ごめん。それはなかったわ。ないけど、でもなんか、
次回技属性ってことか、クロコダイル。うん、力だから次回技属性かな。うん、なんかここに来てまた力属性来ちゃったよね。なんかエース終わらす気ないんだろうね、トルジャーマンね。でもなんかあと一押しなんすよね、クロコダイルも。うん、あと一押しだよな。うん、でもあと一息でしょ、どう考えても。やっぱりやっぱりあと一押しだ。 3.75 あればなーって思うじゃん。最大倍率 3.75 は欲しかったな。うん、そのなんかもうお金のことが頭に出ちゃったよね。うん、いやそこは 3.75 倍だろと。俺レイリー持ってるんですよっていう自慢から入るけど、レイリーめちゃくちゃ強いじゃん。最近追加されたやつだけど、でもそいつは博識パでもなくて一応自由パだよ。自由タイプパーティーなんですよ。さらに 1.4 倍されるって。で体力、冒険開始時必殺ターン 1短縮するし、まあ、1ミノでそれも体力と回復 1.25 倍。まあ、体力はいらないかもしれないけど、でも 1.25 倍あればあるほどいいじゃん。で残り体力が少ない時1ミノ攻撃さらに 1.4 倍ですよ。 30% 以下で残り体力が少ないほど属性スロット率が上昇する。めっちゃ強くね。超進化してもレイリーに全然勝てないクロコダイルさん。いやまあ確かにもうクロコダイルは戦員なんだろうね、もう。うん、今一番博識タイプで一番強いのはやっぱりレイリーということでね。だからクロコダイルはもう戦員なんだろうね、戦員向き。うん、まあ、戦員だったら文句ないですよ。博識タイプ条件なしに2倍ってやっぱ強い。今までは体力がなんか下手したら 20% 以下とかでやっと2倍だったのが、条件なし2倍はやっぱ強いよね。ローと本当に相性がいい。ローも条件なし 2.25 倍なんで、まあね、欲を言うなら体力が低い時最大で 2.25 くらいは欲しかったけども、それだともう博識タイプ強すぎるもんな。まあレイリー船長船員ローでもローだとレイリーさんと役割被るけど、レイリーさんはチェーン係数固定だからね。うん、あだからすごい強い。でペドロも入れちゃったら強っ。最近ね、いやペドロも回らなきゃいけないでしょ、コロペドで。2月2日にねセニョールが決戦で来るんですよ。絶対回らなきゃいけないじゃん。うん、ちょっと待って、クジャ戦、そのためにもクジャ戦ちょっとアップグレードしとこう。うん、まあいいや、後でいやー強いよなあ。まあ強いけど、ほんと船員になっちゃったね。クロコダイルはもう船長の時代終わったけど、船員としてだって敵全体に 20% 割合も与えられて、なおかつエンハンスでしょ。うん、必殺技は申し分ないかな。うん、やっぱりね、スロット影響 2.25 倍って、スロットが揃ってないと出ないからそれくらい高くてもいいと思うけど、だってね攻撃力 2.25 倍って強すぎるもんね。だからどんな条件下においても、だから強いのはねあれなんです。今ねエンハンスで一番強いのはやっぱ攻撃力強化なんですよ。うん、攻撃力強化が一番強い。2番目がスロット影響。3、でも俺意外に強いなって思ったのはダメージ量強化なんですよ。ダメージ量強化ってタイプ限定でされてることって少ないんですよ。だから条件が揃えば全員ダメージ量が上がるんですよね。強いなって思って、強いなって思って、ですよね多分。
防御ラダウン中の敵に与えるダメージが 1.75 倍。これ必殺技ダメージ適用されてないっぽいけどね。まあいいや、まあ、強いよ。でも前やったんですよ、防御力ダウンしてるのに全然ダメージ上がんなかった。バグだったと思う。多分必殺技ダメージ上がんないのかな。でも上がるよな、うん、上乗せダメージはな、上がるからな。まあ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 いいや。でバルトロメオね、いやまあ攻撃力3倍、よかった。でそれも野心も加えてなってるからいいね。野心3倍、打突3倍、いいね。でやっぱその体力増加が 1.25 倍とか 1. ちょっと欲しかったけどね。うん、欲を言うならば、うん、必殺技も必須まあって感じだけど、一つね、あの一ターンの間野心打突タイプの攻撃力とスロット影響を 1.5 倍にする。これが 1.75 あれば強かった。だから本当に完全にあれだよね、特訓の森向きのやつになっちゃったね、バルトロメ。これ 1.75 は欲しくない？みんな欲しくない？だってだってさ、トレジャーマップのキャベツ 1.75 で野心、それは欲しかったと思うけどな俺は。あと一息で。かなり大きくしてほしいけどね。ということで、あざした。いやまあまあ特にないかな。強かったけど、まあチーム超進化バルトロメはやっとかって感じですね。やっとのくせにボイスなかったからな。リーク情報の画像動画でボイスなかったもん、バルト。もう口パクだった。あ、まあ、これからボイスつくと思いますけど。あーでも強いかなバルトロメはね、うん、バル、まあまあ、うん、まあ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 、でも 1.5 倍でしょ？ 1.5 倍かけ 1.5 倍だったら、ロー 2.25 倍だからスロット影響だけで勝て、勝っちゃ、勝っちゃ、やば。やばいな、やばいな、ロー。まあね。トラファルガーロー、まあ、博識タイプの時代ですよ。レイリーを幕開けにね。でも自由タイプも始まるから、レイリーめっちゃ強化されてるよ、みんな。実は、レイリーって博識自由タイプなんですよ。だからレイリーで、あとあれだな、さ今度セニョールが出る。セニョピンが遅延状態の敵に与えるダメージが 1.75 倍、船長が自由タイプの時来るじゃん。セニョピン来るじゃん、強で、ダメージ量強化だよな、多分属性相性じゃなかった気がする。リューバルボート自由タイプ最強のができちゃうんじゃない？うんうんうん。ドロロロンロットドドドドドロロロン。うんうんうん。Remember you。ワンピース海賊王に。何のモノマネしてんだよ。びっくりしちゃって。それ誰のモノマネ？わかりません。自分で考えてくだ。てってんとんとんと。I'm a man in the vein of what? Ho Chi Minh。すごいカクカクする。
あ、あったあったあった。セニョピン。セニョピン属性相性かな、ダメージ力強化かな。あ、ダメージ 1.75 倍だ。強っ。意外にみんな次レイリーの時代が来るんだよ。新レイリーの時代が。気づいてないけど、めっちゃレイリー優遇されてるよ。ペドロ出るでしょ。で、超進化クロコダイル出るでしょ。で、トラファルガーローも出たでしょ。あの、超進化ロー。で、ペドロが出て、それにセニョピンも出るでしょ。セニョピンが出る前にはギアフォースルフィ出たでしょ。めっちゃ強くない？時代幕開けちゃうけど、でもな、一つだけ難点がね、スロット揃いにくいんだよね。あのギアフォースルフィはスロット変換しちゃうからうざい。お邪魔含めだから虹以外全部やっちゃう、あいつはうざい、うざい、うざい。強いな、レイリー。めっちゃレイリー強くなんじゃん。レイリーめっちゃ強化されるんだ。チェインケース固定3倍って、飛び級に強いしな。で、スロット変換もそこそこできちゃうし、あいつは。でもね、かゆいところに手が届かないんですよね、レイリーの、スロット変換。すごい、って感じですよね。でも、お邪魔変換できるから強いかな。でも俺マジレイリー当ててよかったわ、正月フェスで。で、自慢かよ。からお邪魔連肉スロット持続性ということでね、意外に G スロットとかがダメだよーって。だからこの次出るセニョーピンはコロシアムエネルとなんか雷蔵をガッチャンコした感じなんだよね。うん、強い。次出るセニョーピンは弱いって言ってる人いるけど、やっぱり自由タイプのダメージ量強化って、いてモネだっけな、モネがいたか、モネがいて、あと誰がいたっけな、あんまりいない気がするけどね、モネがいるんですよ。あとちょっといるくらいで、うん、でやっと 1.75 倍来て、属性相性も来たでしょ。実質ルフィは属性相性でしょ、 1.75 倍でしょ。それも一味の属性相性だからね。だからもう最強のパーティーだよな。あ、でブルック強いわ、すごいな。ブルック敵全体を1ターン遅延して、あのガチャブルック1ターン遅延させて自由タイプの攻撃力 1.75 倍だから強いね。うん、強い。でもね、遅延はカラスマルなんでね、船でできんの。遅延船みたいのができたらいいね。遅延できる船みたいな。ま、そんなうまくいきませんよ、世の中。何を語ってんだ、お前は。ということで、ま、レイリーめっちゃ強くなるぞと、あと、今日のね、今日のって言って投稿されてる時に終わってますけど、トリジャマップ皆さん頑張りましょう。やっぱりその、今回のエースめっちゃ強いです。いやーね、道中でも 3.44 倍っていう高倍率の可能性を秘めてる時点で強いですし、1人2役、1人3役か。
エースは強いですよ、やっぱり。お邪魔含め全てのスロットを火に変えて、力スロットに変えて、力速心スロットだっけな、なんだ、力速心属性の攻撃力 1.75 倍にして、さらに船長が自由タイプだった時には 1.75 倍強いね。で、普通にあれですよ、相性がいいのはあれですね、でも力スロット有利扱いって結構強いです。赤犬でも使えちゃうからね、なんなら。でも自由格闘タイプだからな、赤犬じゃ全然使わないんだよな。強靭船で回りたいけど。オンドリー、まあ力属性なんで強いですけどね。強い。まあなんか力スロットを有利扱いできるやつでちょうどいいの、ジンベイなんですよね。あ、これタイプ限定ジンベイは力スロットも有利扱いするんで強い。ジンベイ強い。ジンベイ強い。いやー、どんどんワンピース盛り上がってきますね。いやでも超進化クロコ来るかってここでって思ったけどね。うん、でも最近1月に2体来てますね、はい、最近は多いですね。1月2体、もう3ヶ月連続で2体ずつ出てますよ。うん、でも意外にあれだな、前の12月の超進化俺結構いいっすよね。やっぱゾロは強くなったと思う。確かに倍率も一声だけど安定性が増えたじゃん。攻撃力3倍、体力 1.5 倍ってもう特訓の森でめっちゃ活躍するじゃん。うん、耐久もできて、なおかつ船だって 1.5 倍ありますしね。で3倍、常時3倍って強いっすよね。特訓の森多分全部攻撃できますからね、今んだったら。で船員でもそこそこ強いじゃないですか。 1.75 倍に 2.5 倍でもそんな強くないですけどね。うん、強くないな、あんまり強くないな。カバーでもやっぱ今月のや超進化そこそこ良かったと思います。グッチョということで、まあ2つとも持ってないキャラなんで全然、まあジンベエ来てほしかったけどね。まあまあということで、ね、次回の動画で会いましょう。バイバイ。